鳥羽伏見の戦いにおいて幕府軍は倒幕軍の最新鋭の兵器、先言いましたね、アームストロング砲によって散々に苦戦しました。でもそれ以前に、いや、それ以上に秘密兵器の出現があったんですよ。その秘密兵器の出現によって幕府のというよりも慶喜の戦意を一気に喪失してしまうことが起きてしまった。それは何かというと、錦の御旗です。錦の御旗によって吉野の戦意は喪失したんです。なぜか錦の御旗を掲げるということは朝廷の軍隊であるということを証明するということです。その錦の御旗を相手に戦うということは朝廷に逆らう、つまり朝敵になってしまうんですね。まあ、朝敵になるということは確かに幕府にとっては大きな痛手なんですけども、それよりも吉野にとって自らが朝敵になるということは、たとえ将軍という武器の統領の大事な地位を投げ出してでも絶対に許されなかったんです。なぜか、なぜ吉野はそこまで弱気にならなければいけなかったのか、これは彼の生い立ちなんです。将軍になる前の吉野は一橋家、御三教の一橋家の人間でした。だから彼は将軍になれたんですね。でもね、それ以前実は彼は一橋家の地位引いてないんですよ。吉野の父親は水戸藩主の徳川斉昭なんです。つまり彼は水戸家出身で一橋家の養子に入った、それで将軍になったんですよ。で、これ水戸藩、さっきの思い出してください、さっきの私何て言いました、水戸学、水戸藩は水戸学の中心地です。で、水戸学は何やったら尊王攘夷論なんですよ。尊王攘夷論の中心であった水戸藩の、水戸藩の血を引いている吉野だったからこそ将軍家でありながら皇室に対して非常に尊敬する学問を吉野自身も水戸藩出身で幼い頃から受けていた。つまり将軍は、吉野は将軍家でありながら同時に皇室も尊敬していたんですね。だからこそ自分が朝敵になってしまうことは絶対許さなかったんですよ。吉野はそれまでに立てこもっていた大阪城から錦の御旗を見て密かに船で脱出して江戸に向かいました。そして江戸に入ると江戸城に入らず上野の寛永寺に立てこもって禁止しました。で、その後勝海舟と西郷隆盛との会見を経て吉野は駿府、要するに静岡に送られて江戸幕府は明治とともに幕を下ろしたことになったんですね。